続きまして、うん、ネムネムなあさんくんからもらいました。ありがとうございます。山江さん、広瀬さん、こんばんは。こんばんは。んんは初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。うん、広瀬思考家で初めての方が、ね、たくさんメールを送ってくれてありがとうん。ありがとう。うん、私は職業柄、他社の方とお仕事をさせていただくことが多いのですが。はい、そこで、私は一目惚れをしました。うん、他社さんと。うん、すごく優しそうな方です。うん、しかし。 一回もお話ししたことがありませんすれ違いざまにご挨拶をするくらいです緊張してしまい話しかけられません、うん、そこでお二人にご相談です、はい、一目惚れした彼とお話ししたいのですがどのようなお話をしたらいいでしょうかまた山屋さん広瀬さんが一目惚れした際どのようにアプローチをしますか教えてください、うん 一目惚れした彼とお話ししたいけどどのような話をしたらいいかわからないだって話したことないんだもん、うん、きっかけがないってことでしょまずうんアプローチからのどうアプローチしてその後どんな話をするかってことだよね相手のことをまず知るかなでリサーチするってこと、うん、リサーチとかどうやって知ってる人がいたらね周りにそう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 ,そうでも聞ける女の子があの人って えなんか映画とかか好きだったりすするんですかねどう,どう,こうそのリサーチを入れる気があるって思われるのもあでもだって大体察してくれないその聞いた相手は聞いた相手<あ>、ね、もしかして,てだから本人に言わないでおこうみたいな、うん、信頼しできる相手がいしもし彼氏さんがいらっしゃる可能あか彼女さんうん彼女さんがいらっしゃる可能性も、ねうん、あるわけだからそれもあるね 一回相手の身辺を知ってから身辺調査をする <laughs> かな俺は外ボリュメル系男子だ<ー>一回知りたいかな<ー>どんなんか表面な部分しか知らないじゃん,んか知れる手配ああ手筈とかなんかね、その手段があったらそっちを選ぶかもしれないけど、うん、山谷氏はいや僕はもう突撃でしょう <laughs> 突撃と <laughs> 突撃だってそういう示談打を踏んでいる間にも一目惚れをされちゃうような魅力的な男性だったらしくてはあまたかわからないけど確かにまあ目立つと思うのよね生きてて、うん、ってなったらやっぱりスピードは大事になると思うとねどうするのそういう時はえーっとねうーんとね<け>直接連絡先を聞くとか 連絡先を聞くか何か落とし物作戦はどうえ <laughs> ちょっと急に古風じゃん <laughs> <laughs> 急に昭和の,昭和の少女漫画みたいな感じ <laughs> 話しかけるきっかけが欲しいよね<ー>うんなるほどなんか自分のものを落とす相手が都合よく落としてくれるわけもないからさパン加えてどっかパン加えてどっか, <laughs> どっかも家までリサーチしてるじゃんそれもうそれ外ボリュームやってるじゃん す<既> <laughs> えでもさ他社さんってことはさ何かしらで知ったきっかけがあるんだよね、うん、だから同僚の方とのお付き合いはあるんでしょうね他社さんのその一目ぼれした彼の同僚の方とじゃあなんかお仕事の相談とかしてみたらどう <laughs> 仕事の相談僕ら会社勤めがないからね,そ,うねそこがこう距離感を測りかれない,切れないんだけどわかる毎朝どの電車乗ってるか調べよう <laughs> 遅刻遅刻 もうね知識が少女漫画とかの引き出ししかないの俺孤独とか。そう,そう少女漫画とか、うん、まあ少年漫画の恋愛とかもあるけど、うん、な,んなんかそういうなんかオフィスラブがしか浮かんでこないの <laughs> そ,そういうなんか悩んでる主人公にはい、はい、さ第三者の友達が相談した時の回答が、うんうん、大体その。 当たって砕けろとか、はいはい、なんか仕事の相談しろよみたいな感じの回答が多いんだよね。そう,うそうなんだよね。なんか一回答あるかな。少女漫画知識から引っ張り出してこれない。こういう状況だったらどういくか。<あ>少女漫画だったらこれどういくの？あまあでもなんかだいたいなんか仕事のなんだろうプロジェクトが被る。<laughs> あもう運命があるのねそこに一つ運命があったりとかあと飲み会で合コンが開かれましたみたいなのがあってその合コンの遅れてきた相手がこの人とかもう黙ってても出会い生まれるのねそうなんだよ少女漫画はね出会えちゃうんだよね今回は引き寄せないといけないからなそうなんだよ少女漫画って運命なんだなそうずるいな挨拶あだって自然に普通にシンプルに挨拶うん絶対必要だねうん そう飲み物ぶっかけるしかないえ、そんなコメントあった最高飲み物ぶっかけるしかごめんなさいってところねすいませんクリーニングハンカチとかハンカチって最高だなまあでもそれもある種少女漫画かチートですよチートチートかそうかもう自分が相手のドタイプであるしかないもんなそこからの発展で確かに ちょっと僕らにはレベルの高いおたりでしたね。まあでも、会社の会社のアプローチとしては、まあ、あ<ー>いろいろ、いらない、ろんな引き出しがあったから。たいですね。まあ、ぶっかけてもらったら。